作業。何するの？作業。作業。絵描くかな。おいいねいいね。ゼロムの絵描くかな。俺の絵そういえばさ、なんか日本語マタブのフォロワーがマサキはかっこいいって、なんかどう思いますか？いやいや、質問。Oke guys, katanya Mas Aki udah nyampe Shinjuku Station dan sekarang kita bakal ketemu dia. Mana dia? Mas Aki mana ya? Kita tungguin aja. Oh ini. Woi, ohayo. Ohayo. Jujutsu desu. Jujutsu. Oke, ini ini. Hayai. Hayai ya. Hayai. Hayai ne. Toi kara ii desu. So ne. Shinjuku yaki kara dono gurai? 1時間。1時間半。エビナーだよね。そう、エビナー。そっかそっか。はい、今日はミサキの一日を密着したいと思います。イエーイ。いやじゃあ、マサキ、はい、自己紹介して、ちょっと簡単な自己紹介お願いします。日本語でいい？いいよ。まあ、マサキ、セコマサキで。セコマサキで。ジェロンと同じ早稲田大学で、まあ、学部は違うんだけど、俺は教育の英語英文っていうところで、英語とまあ、英語圏の文化とか、文化歴史。うん、今3年生？今3。一緒ね、同級生。そう。え、まさき兄弟いる？兄弟お姉ちゃん一人で。あ、一人。二人兄弟。あ、二人兄弟。おお。え、知らなかった。いる。お姉ちゃんいる。え、知らなかった。四人家族だね、だから。え、何歳？いや、お姉ちゃん23か。23。まさきは？21。21。あ、何年さ？二個上、そう、二個上。あ、二個上。マンタップ。じゃあこれからどこ行く？スタバ。え、何するの？作業。絵描くかな。おいいねいいね。ゼロムの絵描くかな。じゃあ俺の絵。オッケー。行きましょう。じゃあそのまま入って作業したいと思います。オッケー。真面目だね。朝からもう。朝からね。作業ね。大事。Let's go。え、何しました？ゆずしとらせて。え、何コーヒーじゃないの？コーヒーあんま好きじゃないんだよ。コーヒーあんま好きじゃないの？あ、え、なんで好きじゃない？味か、その、エフェクト。なんでだろう、甘いのが好き。あ、甘いのが好き。甘いの。でも、甘いコーヒーもあるでしょ。いや、なんかちょっと苦いな。そっかそっか。OK。最後しましょう。ファッションすごくない？これ、これ何？これはなんか、ニットの。おお。おお。白衣みたいし。おお。じゃあ今日何した作業する？普通は。どうしようかな。なんか大学の作業？違う？絵を描くかな。絵を描くか。まあ愛用の iPad。おお。絵を描く。で、僕って、なんか、まさきはどういう絵描いたらいい？基本、結構ね、紙に描くんだけど、あiPad も結構使うから、ああ、ファッションかな、違う？うん、ファッション、こういうの、何？ファッションデザイン結構描いてる。おお、こういうのとか。それはさ、自分で勉強するの？そうだね、自分で勉強するし、最近はちょっとそういうデザインの学校みたいな行ったりもしてる。そっかそっかそっか。なんか大学は英語だからね。そうそうそう、全然関係ないやろ、ファッションと。ファッションの他は？他結構こういう絵、普通の絵。もう普通の絵もすごいな、才能あるわ。俺は描けない、才能ない。これは？これはこれ？おお、すごくね。まあリファレンス、なんかこういう色使いしたいなってリファレンスを参考にして色使いとかしたい。そっかそっかそっか。じゃあ俺もこれから探したいと思います。探しよう。お酒何を買う？ジェロ。おお。うい。マジ出てない？え、すごくね。ちょっとアニメチックな、シェローム描いてる。すごい。
すごっ、かっけえ。どう、こっちの方がかっこいいよ。アニメっぽい。あ、そうね、キャラクター化したジェロ。そうそうそう、なんか漫画でよくあるやつ。やばい、かっこよすぎ。そういえばさ、なんか日本語マタブのフォロワーがまさきはかっこいいって、なんかどう思いますか。いやいや、なんか自分がかっこいいと思いますか。よくないですよ。なんで。いいよ、大丈夫。でも俺がそのファッションを見たい理由に繋がってくるかもしれない。あ、自分に自信を持たせてくれるものがファッションっていうのがあるか。はい、皆さん探しててちょっとお腹減ったね。腹減ったで、これから昼ご飯を食べたいと思います。といえば、まさきは実家住んでる。実家、今実家。実家か。実家一人暮らししない。いや、してたんだけど。あ、してたか。そう、今年、去年か、2020年の7月いっぱいしてたんだけど、あの、オンラインになったから大学。ああ、そうね、そうね。今実家行った。そう、なんか自炊とかする。いや、あんましなかったわけだから。あんましなかった。あ、外食だいたい外で食ってた。ああ、いいね、いいね。うまいからね、マスター飯が。あ、そうね。そう、うまいし、安い。うまいし安い。そうそうそう、なんか学生向けだからね。そう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 。でも料理できる。まあ、一番得意なのは卵焼き。卵焼きだけは負けない。そういえばさ、まあ、さっきは日本人かハーフ。日本人なんですよね、これね。あ、ピュー？ピュージャパニーズ。え？よく言われる、マジでよく言われる。100% 日本人。日本人なんで。100日本人ガイス。いや、その、そう。母親がその、過ちを犯してなければ日本人。いや、まあ、でもね、信頼できるお母さんだから。ああ、ね。大丈夫だと思うよ。あ日本人、俺は日本人だと思う。いい天気よ、今日は。いい天気だね。ああ、お願いする三杯でシェイクシャック。これ美味しいよね。うん、じゃあそんな怖いんだよ俺。そっかそっか。あまり怖ないの。そう。たまに来る。まあだから痩せるよね。どうしようかな。ちょっと。健康志向です。おい。ありがとう。じゃあいただきます。これですよ、ランチは。どう、うまそう。うわ。最高最高。うまそう。マンダップ10番。じゃあ質問。バイトとかしてる？バイト。あ、してるしてる。なんか何のバイト？クレジットカード会社の夜勤。深夜の時間帯に。ああ、へえ。そうそうそう。あとはまあ、なんか時給いくらぐらいですか？結構高い。多分時給換算したら3000円ぐらい。時給、へえ。結構いい。結構いいね。なんかドラえもんのものを1個もらえれば何がいい？ドラえもんの？いや、それで考えなくてもいいよ。結構むずいな。まあ、なんだろうな、そんなわかんない。そもそも。いや、1個で。あ、俺あれだわ。何？タイムマシンだわ。タイムマシン。歴史めっちゃ好きで、過去に行きたいね。過去。20世紀前半のフランスとか。あ、そのベルエポックの時代。ピカソとか、あ、なんか画家たちとかいるとことか、なんか美術好きだからね。うん、革命が起きてた時代とかして。あ、フランス革命、アメリカ独立革命。あ、いいね。また、そういえばさ、なんかモデルの仕事やってる？やってるやってるやってる。それいくらくらい？仕事によるけど、コマーシャルとかだったら数十万かな。いい、結構ね。
結構もらえる。まあもう売れてる人だったらもう何百万とか。ああ。はい、食べ終わりました。じゃあこれからどこ行く？まあ、ちょっとブラブラ買い物でも。おー、オッケー。そういえばさ、はいはい、なんかまさきはファッション好きだよね。うん。なんか父親とか母親ファッション系？いや、ファッションは全然関係ないかな。ええー。父親はまあ、数学者というか。数学者？そうそうそう。エンジニアとか。ああ、エンジニアか。なんかね、どっちもやってるかな。ええー。なんか会社で働いてる？ね、いやなんか。コンサルとかやりながら、自分でなんか AI とか作ったりしてる。すごくね。そうそうそう、京都大学わかる。ああ、そうそう。の理学部。おお。で、母親は？母親は結構どっちかっていうと文化的な人だから、小説なんかとか映画とか好きなタイプ。仕事は？ある？まあ、主婦だね。あ、主婦か。でも日本人の女は結婚したら主婦になる。あ、そうだね。まあでも働く人もいるけど。ああ、そうね。でも大体かな。そうだね。そうね。どこ？世界道ですね。世界道。世界道。その絵とか結構描くから、そういう、まあ、材料、筆とか、絵の具とか、あのパレット、紙、筆とか結構ここで買うかな。ああ。じゃあ見てみようか。結構専門店としてはかなり大きい方だから。おお。ちょっと静かめに行こう。OK、Let's go。はい、これ信用よく買ってるの。そうね、買い足したりはする。あーこれ、これ上にもあるんだけど。上にもある。じゃあ行ってみよう。紙とかは、紙とかは、紙とかは、ね、それも多いか。あ、こういうやつ、スケッチブック。これ買った。これ買った？これいくらぐらい？これ1500円ぐらいかな、多分。それ安いか高い？ちょっと高い。ちょっと高い。安いやつは数百円で。うん。ここにいっぱい枚数あって、920円。ああ。これ何？書道の。練習用の。それ水だけ。そこ水で乾くと、もう何回でも使えるらしい。ああ、じゃあこれまさかの名前。そう、今の俺の名前漢字で書いてる。すごい。消えてきた。でもそっか、うん、乾くと消えた。最高。まさき、まさき。すごい恥ずかしいから。はい、皆さん結構疲れたね。結構いっぱい歩いた。そう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 。動画ではあんま分かんないけど。そうね、結構歩いた。結構歩いた。じゃあ一旦休憩しようね。行け。あれだ、でもさ、何時？5時でしょ。まだ夜ご飯早い。あ、分かった。そうですね。なんかさ、話した時に時間早いからこれがいい。サリガンドムというインドネシアの有名なビスケットで、ガンドムは小麦。小麦ね。そう。だからこれ食べたらバラが。OK。それでいい。結構いっぱい。いただきます。例えば、今彼女いる？いない。いない。だからまさきのタイプは、綺麗派か、可愛い派。
綺麗、圧倒的に綺麗派だわ。綺麗派、うん、おお塚とユスケは可愛い派。あー、ぽい、ぽい、ぽい。頭の色も可愛い派。あ、マジ？いや、俺も俺は綺麗派。あ、ほんと？一緒一緒。綺麗派、うん、いいね。もう圧倒的に外人か日本人の方が。それはね、わかんない。いやどっちも別にもう好きになった人も、うん、それちょっと難しいけど、うん、国籍関係なく好きになったら好き、うん、なぞやね。見た目の方が大事か性格の方が大事か。それはもう中身、マジで中身、中身第一印象として。そう、第一印象は目、もちろんそうだね。だけど、うん、なんか残るかどうか、一緒に時間を過ごすってなると、そうそうそう、それが合わないから、そう性格が合わない人、一緒にやってられないから、それは中身大事。だから静かな人か、賑やかな人か。賑やかな人、賑やかな人の方がいい、うん、なんで、なんでだろう。ちょっとボーイッシュな人が好きっていうか、あのサバサバしてる、クールに出たわ、まベタベタさんに好きじゃないの。あ、適度な距離感を互いに保って、うん、だけど、なんか普通にこうやって喋ってても大声で悪しする。あ、なんかそんな気にせず、笑う人です。でも距離感、そうだからあんまり近すぎるのあんまりハグとかします。いや、そういうの好きなの。でもなんかずっとこうベタベタやっちゃって。そうそうそう、じゃあ皆さん聞いてみて聞いて、聞いてください。あ、学校で一番好きな科目は歴史かな。歴史、うん、うん、で、嫌いなやつは、一番嫌いなやつは、うん、嫌いな科目ないんだけど、うん、できなかったの、数学。逆だわ。そう、俺歴史だと、まあできるはできるけど、ちょっと好きじゃない。あ、ほんと、なんか、覚えるやつは好きじゃない。あのね、そう、計算とかは流れがあるから、歴史って。ああ、そうだ。なんか、こういうことがあって、これがあって、うん、っていう、その流れ、なんか物語みたいで、すごい。ああ、そうそうそう。でも、数学も流れあるよ。あ、そう、そう、高校で。ああ、確かに。あ、高校は文系。文系。文系か。ここ、紀ノ国屋書店ね。紀ノ国屋？うん、本屋さん。ああ、本屋さん、オッケー。グッソーで。よく行く？よく行くね。結構本読むから、結構買う。行ってみますか。なんかどういう本？なんかアート系多いね。あー、ファッション。じゃあ紹介して。Okay, Let's go。 この辺は結構見ますね。これ何？アート、現代アートとか。あ、アートか。美術。デザインって。やっぱりまさきね。ファッションと美術ね。密接な。これ全部美術、現代美術。日本の古典芸能。結構、ね、参考になるんだよね。なんかこういろいろなんか。中身は？珍獣。こうドラゴンとか。あ、ドラゴンとか。レアな。あ、日本のレジェンド。そうそうそう。伝統。そう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 。伝承の中の生き物。よく見てた？こういうの結構好き。見たりとか。そこそこそこ、うん、いいね。なんかさ、俺は数学の人でしょ。こういうなんか全然興味ないけど、まあなんかいいね、うん、その違う世界。はい、一日終わったね。なんか朝から今19時前。19時前で、普通は夜何する？まあサウナ、サウナ行くね、最近は。あ、サウナ、温泉とかサウナ毎日。いや、でもマジで週に2、3回とか結構行ってる。結構行ってるね。で、他のことはサウナ以外は、まあ、夜、まあ携帯入れたりとか。まあそうね、映画見たりとか。あー、映画見たりする。そっかそっかそっか。まあジェロナとかカラオケとか行きたいし、ね、じゃあ今度ね、カラオケとかサウナ一緒に行こう。人生のモット、まさきのモット。夢に生きるですね。夢に生きる、そうですね。やりたいこと、好きなこと、それで生きていこう、生きたいの、うん、他人に決められた人生なんですね。あ、自分の人生が自分で決める。そうそうそう、いいね、いいね、いいね。
mantap. それじゃあ皆さん見てくれてありがとうございました。いいね、シェア、チャンネル登録お願いしますね。じゃあまたね、マンタップ、チワー、バイバイ、ありがとう。じゃあね、マサキ、また遊ぼう、また会おう、バイバイ。バイバイ。